1993年5月にオープンした横浜八景島シーパラダイスは、島の中に水族館、アトラクション、レストラン、ショッピングモール、ホテルなどがある複合型アミューズメントアイランドです。海、島、生き物を通じてお客様に感動を与える日本でオンリーワンのテーマパークを目指しています。今日はそんなシーパラの魅力をたっぷりご紹介いたします。そして今日一日お手伝いをしてくれるのはシーパラシータくんです。はい、シータくん、皆様にご挨拶。まずは海ファームからご紹介いたしましょう。人が自然の海と触れ合い、海と共に成長していく海育がコンセプト。施設内はオーシャンラボと食育ゾーンの2つに分かれています。まずオーシャンラボでは、いろいろな種類の海藻や生き物が観察できたり、本物の海の生き物の生態系を海中から見ることができます。食育ゾーンではアジや季節の魚を釣ることができ、お子様や初めての方も安心して楽しめます。また水の中に入って魚取りもできます。そして取った魚はすぐに調理して食べることができるんです。美味しそう。さらにこちらの海ファームでは、さまざまな海育プログラムをご用意しています。おや、シータくん、そこはシーパラで一番大きな水族館、アクアミュージアム。早速行ってみましょう。5階建ての建物には海の魅力がぎっしり。ここは500種類10万点もの生き物たちが暮らす日本最大級の水族館なんです。まず1階のウェルカム水槽でお出迎えしてくれるのがキイロハギ。この魚はシーパラのキャラクターフィッシュにもなっているんですよ。そして大人気のジンベエザメが水中から観察できるジンベエホールへ。ジンベエザメのお腹の色や小判ザメが張り付いている様子までバッチリ見ることができるんです。大きいですね。このフロアには他にもセイウチやホッキョクグマ、ハイイロアザラシ、アラスカラッコ、ペンギンたちが皆さんを迎えてくれますよ。奥には水量約1500トンの大型水槽、群れと輝きの魚たち、国内最多の5万尾のイワシが乱舞するスーパーイワシイリュージョンは圧巻です。皆さんもベストスポットを探してみてくださいね。はあ、それにしてもすごい数。さらにアクアチューブで海中散歩気分を味わいながら3階へ。3階は小さな海の生き物たちの暮らしがよくわかるんです。4階は約2000人を収容できる紹介場、アクアスタジアム。ここではアシカ、セイウチ、イルカなどさまざまな動物たちが登場する感動的な海の動物たちのショーが楽しめます。同じく4階に設置されたイルミネーションはダイナミックなオブジェと幻想的な光で魅了します。素敵ですね。最上階の5階は映像館、ハンドーム型の大きなスクリーンで海の不思議が学べます。続いてはふれあいラグーン。ホエールオーシャンはイルカたちに触ることもできる大きなプールです。あら、かわいい、人懐っこいでしょ。ヒレアシビーチでは生き物たちと見つめ合えたり、フレンドリーサークルではすぐそばに動物が来て触ることもできるんです。魚リーフでは小さな海に入って魚たちの暮らしを覗いてみましょう。ふれあいプログラムに申し込むと動物たちにご飯をあげたり一緒に泳いだりもできますよ。シータくん、いよいよ4つ目の水族館、ドルフィンファンタジーね。行ってみましょう。ここは水槽がアーチ状になっているから、イルカたちが頭の上を泳いだり、奥の円柱水槽ではのんびり泳ぐマンボウが目の前まで迫ってきます。さらにここでは
イルカたちに見守られてパーティーや結婚式もできるんですよ。次はアトラクションね、シータくん。まずはサーフコースター。海の上を駆け抜けるようにぐーんと突き出したループで3分間のドキドキ体験、スリル満点、大迫力ですよ。キャー。他にもメリーゴーラウンド、ブルーフォール、アクアライド2、その他潮風を感じ海を見ながら乗れる楽しいアトラクションがいっぱい。そしてこれ、イルカと一緒に遊べるシーボート。ボートを進めるとイルカたちが一緒に泳いでくれることだって、シーパラならではのアトラクションです。さらに子供から大人まで大人気のシートレインをはじめ、島内周遊バスやパラダイスクルーズで島を巡るのもいいですよ。カーニバルハウスはいろんなゲームマシンが揃った屋内アミューズメント、シーパラ限定のオリジナルプリクラもあるんですよ。島内では救護センターをはじめベビールームや介護コーナーなどの設備も充実、皆さんに安心して楽しんでいただけます。あら、シータくん、お食事おいしそう。シーパラにはレストランもたくさんあっていろんなメニューがあるのよね。和食、洋食、中華、イタリアン、さまざまなレストランで子供から大人まで皆さんに喜んでいただけます。お散歩しながら手軽に食べられるスナックやスイーツも。またここ焼き屋では炭火七輪で美味しいお肉や海鮮のバーベキューも楽しめるんです。みんなで盛り上がること間違いなし。それからシーパラのお楽しみとして外せないのがショッピング。見ているだけでワクワクするショップがいっぱい。シーパラの動物や海をイメージした商品、シーパラオリジナル商品もあるからお土産にも最適です。あら、シータくん、ジンベエザメのぬいぐるみ、シーパラグッズも充実ね。楽しく遊んだ後はシーパラ内にあるホテルシーパラダイスインでご宿泊も可能です。客室は28室、一部屋に4人で泊まれるファミリータイプが中心だからご家族連れやグループにもぴったり。全室オーシャンビューで夜にはライトアップされた島内も見渡せてロマンチック。朝はイルカやセイウチの鳴き声で起きられるなんていうのも夢じゃないかも。シーパラナビ、楽しんでいただけましたか？シーパラには今回シータくんが紹介してくれた以外にも年に数回開催する花火をはじめ、季節ごとのいろいろなお楽しみやイベントがたくさんあります。海のすぐそばで遊んで笑ってまた遊んで、たくさん思い出作ってくださいね。それではシーパラでお会いしましょう。